はいどうもこんばんは、しゅんです。今回はですね、恒例の差し飲み企画ということで、はい、差し飲み相手にローランドショーでお客さんに同じこと3回聞いて知り合った知り合った大炎上した武田銀人君にお越しいただきました。はい、じゃあ紹介してください。ようやく出てたんだよ。ゆみとはさ、ローランドショーでさ、あんだけわーわー炎上でさ、騒がれたけどさ、実際俺が働いてるゆみとは、誰よりもストイックだし、それをなんか言葉だけじゃなくて、ちゃんとこう行動に落とし込んで、それが結果になっていく、やりようになってるしね。はい、だからそのザ・シック、一番最速で主任まで今登り始めてるんですよ。ね、そうっすね。売り上げもちゃんと上げて。そうっすね。いつでも呼びみたいな。だから本当にすごいやつだなと思って。だから俺は、ゆみちゃんのことは、あいつね、俺が教えたやつ。初めてこんな全然飾ったの。まあまあ、そうだね。って言って俺はもう天狗をやってる。いやいや、ほんとおかげさまで。感じなんですけど。ほんとすごいよね。マジで。まあ、去年その YouTube 炎上して、の1年で主任になれてやっぱ思ってなかったもん。ちょうど1年前か。そうです、今月でちょうど2年なんですけど。ああ、ほんと、そうか、運も良かったですね、正直。いやー、謙虚ですね。いやいや、そんなゆみとくんも今日は深掘っていきたいと思うので。ありがとうございます。じゃ、まずゆみとくん今ポスト何年目ですか？さっきも言ったけど2年目今月で2年、今月でちょうど2年。ちょうど2年です。ああ、節目っちゃ節目か。先月で22になる。先月誕生日で、そうですね、22歳になって、今月で2年目。すごいね。いや、単純にもう2年やってみてどう？ポストっていう、もともと、あ、これ、まあ後で深掘るけど、もともとね、ユミとはメンチカ、ジャニーズ。あ、もうそうっす、メンチカとジャニーズを。メンチカとジャニーズをやってたんですよ。で、そこから未経験のことになって、そうっすね、2年経ちましたけど、どうですか？逆にわかんないです。結局わかんなくなっちゃった。なんで売れてそうなんだ。逆にわかんない。わかんないです。逆にわかんないか。考えすぎちゃうとわかんないです。掘れば掘るほど難しい。難しいですね。ユッケが来ました。そっか、だって逆にわかんなくなったの。わかんないですね。やっぱポスト全然やっぱ辞めるつもり、辞めるビジョンというか辞めるつもりがないんで、それを30になってもやっぱ現役でやりたいな、プレイヤーでやりたいなと思ってるんで、なんかちょっともう分かんないな、うまくいきすぎちゃったなって、ね、ああ、やっぱ自分の中でトントン拍子になったことは。いや、本当にそうですね。あんまこう、思いっきり落ちたことが、そうだよね、でも、そうですね。言われてみれば、確かにそうかもしれない。去年、一番使ってくれてエースが切れたぐらいですか。あ、切れた？まあ、よく使う、もう毎月150ぐらい使ってくれる方が切れちゃったぐらいしかもう落ちたことがないんで。確かにユミトってなんかそのアベレージで安定して売ってるみたいなイメージ。そうですね、うん、あんま落ちたことないですね。すごいね。割となんか近いかもね、これも割とアベレージタイプだから。うん、いや、シュンさん毎月そうですね。ねえ、やって分かんないっていうぐらいだからね。まあ、俺も未だに分かんない。いや、わかんないですね。わかんないよね。コツ掴んだと思ったら、結局、それでうまくいかなくて、満身になっちゃってたのかな。ああ、それそうだね。ね、結局さ、どこまで行ってもさ、人間対人間の仕事だし、うん、なんか分かったって言った瞬間に落ちるのかなと思う。型がないっすよね、確かに。型がないし、まあ、パターンはあるのかもしれないけど、うん、やり方も。最終的には人間対人間でさ、うん、女の子と、自分、一ホストのさ、ゆみと対俺、しゅん対1対1の話になってくるから、再現性がないじゃ再現性ないね。そうですね。感情はみんなやっぱり千差万別だし、人それぞれだから、分かった気になるのが一番怖いかもしれない。そうっすね。そうっすね。だから常にこう疑い続けてくると大事かもしれないけどね。新人の時頑張れてたことが頑張れなくなっちゃう。今そう思う。例えば新人の時も僕
着いた初回全部エスローズダークラブの時は着いた初回全部アフターとかしたりとかします。ああ今もう無理だ。いやでもそれは時間的に無理じゃないですか。時間的にも精神的にも、ね、まあでもそれはだって俺が今初回着いてたと思ってさ映像があると思う。うーん同じことはやめてくれる。もしそれができたらもう一個いけるのかなとか思ってます。まあ、コードだけで見たら思ったりするんですね。そうね。ユミとも、はい、前みたいに YouTuber 進んで。いやー続けられる自信ないっすね。永久ですね。ホストがさ、これ一番大変だと思うから、継続。そうっすね。ホスト継続できてたから、YouTuberできる。ホストと比べたら、わかんない、そのトップ YouTuber と比べたら全然できたけど、普通にハブでやるなって思ってきて。ローランドショーのあのコメント欄、結構やられたっすね。俺も見てないよ。あ、見てないっすか。だって相当やばいっしょ。誹謗中傷で。誹謗中もそうっす。俺も人格がどうでしょ。なんか別に会ったことないやつにさ、会ったことないし、自分のことを何も知らないやつにさ、わーわー言われる。まあまあ確かにそうっすね。もう最悪だけど、うん、お前らより俺のが税金払ってるし、俺のが稼いでるからね。いや、まあ、本当にそうっす。お前らピーピー言うねみたいな。なんかあるし、でもそう思ったりでも、これ結構繊細だからさ、人間切れつけるね。切れつける、普通に。だから俺もさ、なんかあの、イクラのあのサイトとかさ、あれ、ほんとやらせじゃないっすね。やらせじゃないけど、あ、そうなんですか。じゃコメント欄、最初パッと見て、もう、バリ雑言、パッともう、やめもう一生見んなよ、みたいな。あれやらせだって、やらせかと思いました、ね、やらせじゃないな。あ、そうだったんすね。違う違う。ユミとの回も、まあ俺は見たけどね、コメント欄、来たことだから。うわこれユミと見てんのかなと思った。僕全部見たっす。うわすごい。自分のアカウントで返そうかなと思った。なるだよ。いや、まあまあでもうざいよ、普通に。まあまあそうっすね。うざいし、なんかでも来るよ結構ね。来るよね、多分ね。最初はやっぱやられるっすね。やられるよね。ちょっと慣れちゃったりもするっすけど。まあ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 、まあ、ちょっとやられるっす。やられるよ、やられるっすね。逆にコメント欄俺も見ないようにしなきゃいけないっす。旬チャンネルも見ないっすか。旬チャンネルは見てる。シュンチャンネルは逆にそういう変なコメント来ないし、うーん、変なコメント来たらキモいから消す。消せるんすか。消せる消せる。へえ。し、なんかこうそのキモいコメントもほぼ来ないよ。まあそうっすよね。だから平和だよね。そうっすね。まあだからユミトの話に戻るけど、ユミトはもうそのまあちょうど2年で、そもそもなんでユミトはホストを始めたの。まあ一番の理由はアイドルで失敗したから。何が出なかった。周りがすごすぎて、それこそ僕の同期っていうのはもう言ってて、え、てかもともとアイドルやったんや。そうっすね。それはなんかそこをまず言ってんの。アイドルは何歳からやったんや。高1からやりだしてて。高1早いね。高 1? 履歴書は小4から送ってたんすよ。すごいね。中学受験のために見る CC や勉強してて、その時たまたまジャニーズのジュニアの番組見て、こんな世界あるんだって、それ知って、そのきらびやかな世界いいなっていうので履歴書を始めたのが最初。はい、なるほどね。じゃあ芸歴で言ったらめっちゃ長いです。高1からでしょ。で、高1にその応募してたやつが、はい、あ、そうですね。小4から送り続けてやっと高1に受かったんです。それ最初何やったの。あ、オーディション。オーディション。渋谷の会場に呼ばれて、こう入ったら名札をこう番号につけられるんですよ。私150万ぐらい、200人ぐらいの友達が全国と呼び出されて、そこからまあ当時10人合格みたいな。へぇー、やっぱりすごっ。めっちゃすごいな。料理紹介しよう。来ましたなんちゃらきゅうり、追いキムチとトマトとあと豆腐です。おいしい。まあ、見ながらいきますか。食べながらいきます。いや、それでさ、はい、最初オーディション受かって、それはね、地下アイドルみたいな感じで。あ、それがジャニーズですね。ジャニーズ受かったっていうか、その電話かかってくるんですよ。当時だったら野球大会、ジャニーズの野球大会をやる、なんか来週の土曜やるから今すぐ渋谷来いみたいな。そんな。いや、そうっすね。急に今から来れるみたいな。へぇ。で、まあ行ったら、それこそ今のキンプリがレッスンしてて、そこに混じっていきなりやるみたいな。へぇー。いや、もうすごいね。すごいですね。急に世界変わったんすね。確かに、それはそうだわ。
が始まりっすね、最初は。へぇ、面白い。で、もうジャニーズもジュニアみたいな感じなのか、それって。まあそうですね、デビュー組とジュニアだと、まあジュニアって感じですね。それを16からやったの？そうですね、16になってからやったんですね。まあギリギリ15歳だったんですけど、15歳から。いくつまでの？でも1年ぐらいしかやってないっすね。まあ、ジャニーズ、やっぱレベル高かったんですよ。まあ、だろうね。もうホストだったら、いきなり新人でトップダウンに入るみたいな、ね、イメージだよね。今のだから、そのアイドルの AKB とかの見方とか、いきなりの見方に壊れるみたいな、そうっす。レベル高い。で、まあ、砕けちゃって、メンタル的にもちょっと。ああ、もうダメだなみたいな感じで、渋谷フラグ、あ、渋谷じゃない、原宿フラグ出してたら、メンチカの事務所に声かけられて、まあ、これもなんか縁かなみたいなので、メンチカ始めたの。そういう流れなんだ。そうっすね。俺、ジャニーズ嘘だと思ったわ。いや。無所だ、無所っていうユニットにも入ってなかったんで。まあ、かじってたみたいな感じか。かじってたって感じですね。いや、でもすごいね。そもそもだって、大江さんっていうかって呼ばれるのでさ、そもそも一人で言ってたの、それは。まあ、うんですね、やっぱ。あ、うん、あるか。本当にもう、ジャニーさんの一声じゃないですけど、それの一声みたいなこと。それでメンチカ始めたのが何歳？メンチカ始めたのが17っすね。 17から始めて、それこそホストやろうと思ったきっかけが、あのローラっていう美容院があるんですよ。ローラ？ローラそう、あるんですけど、そこの美容院に通ってたらローラの人と同じ人を示したんです。山根店長、あ、担当さんがその美容師さんで、そのローラのさん、僕好きなんですよねって話したら、スタークラブとお店出すんで、あ、それなので、ローラさんと会いつながったっていうのは、あ、マジ？あ、もうそう、面白い。それが高三だったんですよ。へぇ、高三で、じゃあまあアイドル辞めるか、辞めて、でも大学受験もしたいなと思って、大学受験出して、落ちちゃったんですよ。はいはいはい。で、それ2月に落ちて、ほんと4月から入るようになったんですけど、あの、高校卒業して、はいはい。で、落ちちゃって、それをその1年間浪人するから、ちょっとすいませんって LINE をしたら、ちょっと言っていいのか、ローランスでブロックされたんですよ。あの、本当にブロックされたんですよ。クソ面白い。まあまあ、要はドタキャンみたいになっちゃった。ブロックされた。ブロックされた。で、まあ、一番、まあ、それでもまあ、一応浪人するっていうのも親と約束しちゃって、浪人して、まあ、第一志望落ちちゃったんで、まあまあ、でも どうしてもザ・クラブ入りたいなって思って、その当時 LINE での面接だったじゃないですか。そうだね。あれの名前決め嘘と言って、うん、LINE を送って直接謝った。あ、そういうこと。そうですね。へえー、そういう感じなんだ。そうですね。今まだブロックされてる？いや、まあまあ今は大丈夫ですね。まあ、もうなかったことみたいになってる。なっちゃいよ。それ聞いたら面白いけど。本当にそうですね、そういうことがあったんです。そのエピソードもあるよ。タイミングがやっぱ良かったですね。ホストやるっていうタイミングが良かった。めちゃくちゃ良かったですね。まあ、それでじゃあメンチカをホストやるからやめるってなって、そうですね。まあ、メンチカは割とスムーズにやめられて、メンチカはスムーズ、まあ、やめれたっすね。そんな難しくなかったですね。あ、ほんと。ホスト始めたのが20歳19。ホストちょうど20歳ですね。20歳でしょ。20歳になって1ヶ月後で始めて、美容師さんのつながりやろうなさん、サンクラブ出さ知りました。でもなんか1年かかりやりませんのでブロックされて、でそれからまた1年後にまた受験受けて、大学落ちちゃったから、もう大学いいか、大学落ちたからもうやめようってなって、それであのまた改めてホームページからサンクラブの求人に応募を。ああ、そうそうそう。ああ、そういうことね。でもまあいきなりそのドタキャンしたないないですって言っちゃうと、もう弾かれると思いますよ。ああ、まあ、そうですね、ブロックされたからね。そうですね、ブロックされたからね。まあ、だし、その、あっちでもし伝わってたら嫌だなって思うね。偽名使って最初受けた。偽名使って偽名使った。まあ、やっぱ弾かれたくなってなって、はいはい、どうやって帰るか。でも最初も嘘つくしかねえ。なるほど。それは大丈夫だった？大丈夫だった。大丈夫だった。最初そんな感じだったんです。面接は店長でした。そうですね、店長とローランドさんがいて。あ、そうか、それまで面識がないんだもんね。ローランド、そうっすね。LINE だけなの。LINE だけです。顔は分かんないんだ。分かんないです。あ、顔割れてない。割れてない。いや、ギリギリ割れてなかったです。割れてない。で、その、ビップルームで話したんです、当時。はいはいはい。で、その、店長にちょっと一回席外してくれってちょっと言って、ローランドさんと二人になった時に、あの、あの時もないないですでもどうしてもザクラ買いたかったんで、謝ったら、まあ、ニートにしていいよ。へぇー。
そういう感じ。そうですね。それが初めてホストを始めたきっかけというか、ザ・クラブに入店したいきさつか。そうですね。面白いね。歴史があるわ。いろいろあったっすね。面白いわ。普通の人より面白いと思う。一回ローラスにブロックされたのが面白いです。スタンプで確認したんですよ。コラボでやったら持ってます、ね。持ってます。持ってなさそうななんかピロロ文装みたいな。ピロロ文装。スタンプを彼は持ってた。持ってたっすね。ああ、それはブロックされてるわ。それでじゃあザクラブ入って。でも、意味とか面白いのは、ザクラブ入って、すぐザクラブ閉店したでしょ。そうだね。1ヶ月ちょっと、1ヶ月か、週間ぐらい。マジすぐ閉店したよね。そうっすね。あれ、どういう心境だったの？なんかその、まあ、あれたちも言っとくと、はい、ザクラブ、ユミとか入った時に、ちょうどコロナが一番やばい時、第一波みたいな、日本に来て。緊急事態宣言。そうそうそう。一番最初の緊急事態宣言みたいな感じになって、ユミとか入って、1ヶ月、2ヶ月は1ヶ月ぐらいですね。そうです。ユミトが入って1ヶ月で、ザクラブが臨時休業みたいな感じで、閉まっちゃって閉店したの。そうですね。その時の気持ちと、今からコスト頑張るぞみたいなさ、時に急に閉店してさ、休みみたいな。ハーレムってお店知らなかったんですよ。ああ。なんで、まあちょっと、どうなのかすごい。潰れるんだったら、いる意味ないなっていう、その、まあそうだよ、ね、最初さ、結構デモしてくださったけどね、そうっすね、どうなるんだろうかと思って、まあ、ただみんな行くならついていくぐらいのテンション、あれもいいね、そうっすね、そこはもう流れに任せる感じか、逆に新さんは、どう？俺は逆に、これ幹部だったから、はい、先にちょっと言われたんですよ、ああ、そうだったんですか、あの、みんなで話し合う前ってことですか、でもね、前って言っても、当日よ。あその発表の前に幹部ミーティングみたいなのあって、幹部だけ呼ばれて、そうなんすか、今日から閉店するかって言われて、だから俺らも幹部みたいな。だからその、下の子同業すると思うから、あらかじめ幹部には、おーせーよ一週間前とかじゃない当日やん、結局みたいな感じ。だからその、俺ら言われたけど、でも正直俺は、私言われて、15分ぐらいは、マジって思ったけど、割と切り替え早いから、まあ逆にハーレム、箱ヘルで知ってたから、まあ面白いかもな、みたいな。そういう。面白かったっすね、でしょ。そういう感じに、俺結構切り替え早いから、そう思ってたんだよね。すごいっすね。全然切り替えらんなかった。いや、でもしょうがないですよ。普通だと思う。ホスト始めたらね、2ヶ月目か。それはもう普通無理だと思う。念願のザ・クラブに入って。やったわけですか、ローランドさんと一緒に働くと思ったら、閉店します。知らないお店にっていうね。閉店ガラガラだもんね。それはびっくりすると思うわ。まあでもそこは内勤任せてハーレム行ってね。でも結局的にハーレムに行ってよかったと思うけどね。勉強になったっすね、うん、めちゃくちゃ。いろんな勉強を吸収する部分がかなり多かった。いろんな売り方の人間がいるっすね。だし、ああいう大箱で働けて、あの大箱で働けたら、あの大箱以上はあんまない。そうっすね。箱が小さくなる分にはさ、対応できるじゃん。だからそこは良かったなと思う。全員、特に内勤がね、なんか偉そうに言うのあるけど、内勤のその付け回しさんとかさ、あそこ経験したら、大体ねえよ、絶対大丈夫だと思うわ。ハーレムはやっぱ勉強になったっすね、めちゃくちゃ。まあそうだね。その話の続きだけど、ハーレム行って、ずっと指でナンバーワン取りたいって言ってたじゃん。そうっすね。でそれでハーレムの時は、ハーレムの時ってナンバーどのぐらいあったの？よくて8とかっすね、全然。ああ、そうなんだ。全然よくて8とか。一回だから、今だから言うけど、やめようとしてたから。いやそうっすね。移籍しようと思って。そうそう、移籍しようとしてた。俺と銀ちゃん。もう、行ったっすね。どうしたんだよ。勝てるわけねえな。この20のガキが、このでかい70人の規模に入ってきて、賞賛ねえなって、勝てるのにないよ。なるほどね。それは思った。冷静に思っちゃうんですよ。あれ、どんぐらいハーレム入って。結構早かったよね、ハーレム入ったそれ言ったの。やりたいですね。2、3ヶ月ぐらいですね。結構早いタイムかける気がするわ。2、3ヶ月ぐらいお客さん誰もつかなくて。最初なんか俺のチームだったね。そうっすね。その時にだから、銀ちゃんが俺のチームサブリギアで、みたいな。そうっすね。まあ、結果残って終わったっすけど。まあ、結果論だけど。まあ、結果論っすね、全部。どうなるかわかんないけど。まあ、今はだからやるけどね。あの時は指と。本気でやめようと思ったっすね。やめようと思ったね。もっともっと。もっとこう小さい小規模の新規店とかで競合が弱いというかで勝負するでお客さんを捕まえてから
でもリングでちょっとこう上がっていくのがいいのかななんて思っちゃった時もあったんですね。でもまあそう思う気持ちはしょうがないなと思うよ。あんなにキャストが70人いて、ね、最強じゃないですか。売れっ子もめっちゃいっぱいいて、ホットでのさ、ね、まあ力で勝ちてるか知らないけど、難しいよ。難しいですね。なかなかって取れるわけないですね。振りも取れないし、ゆみちゃんの気持ちは一番わかると。だから俺だったら別に、アーリムを1店舗目には選ばない。僕も今からゼロから始めるってなったら、しっこもハーレムも選ばないっすね。まあ人それぞれやり方あるかもしれないけど、ちょっとハーレムのレベル高い。レベル高いっすね。だからトップナンディの本って出ないけど、もうある程度、どっかそのマイナー店で力つけたやつが挑戦する箱みたいな感じ。ある程度こう揃えてって感じで。そうそう。かわったらいいかもしれないけどね。やっぱね、レベル高いやつ。高いっすね。毎月見せるチョコも安定していってるし。いや、きついっすね。だからゆみちゃんの気持ちは、めっちゃわかる。俺はあの時も売れたから別に思わなかったけど、きつかったっすね。で、それ店長に言ったっすね。言った言いに、その店長にそういう話があるっていう、ナンバーあるじゃないですか。あるね。あそこでこう、営業で話そうってなって入ったら、内勤さんが6人ぐらいいたんですよ、で、まあなんかやばいことしちゃったからこう、大人の圧というか面白で、まあ、やめたい話をして、頑張れって、ちょっと僕も酔ってて、このままじゃ話せない、まあ、とりあえず飲んどく、まあ、飲んどくかも。で、まあまあ、分かりましたって言って、残ったら、その月にエースを捕まえることが、捕まえられたらエースを差し入れ、あの相談させてもらったあのエースを。あエンジェルヴィンテージ入れてくれたりとかしてたんで、たまたま捕まえて、翌月から官房先で来たんですよ。そうだね、朝から運が良かったですけど、タイミングだね。本当にそうです。だからもう、どっちかって言ったら、やめれねえなって思ったっす。多分これやめれねえなって思って、だから頑張るしかないなって思ったから、逆にこう良かった。なるほどね。まあ、一種のなんかそこで腹くくれたじゃないけど。そうっすね、そうっすね。本当にそうっすね。だから、ポツだったかと思いますね。すごかった。まあそうだね。まあ極論言っちゃえば売れるやつってまあ俺さっきハーレムがどうだって言ったけど、もうどこでも売れるんだよ。まあそうっすね。環境はなんか大事だけど、まあ売れるやつどこでも売れる。いや本当そうっすね。逆にその環境を生かせるレベルの才能があるやつだって。まあだからそれでなんか意味とは良かったよね。タイミングも、ね、そうっすね。運も良かったなって思う。そう。でもさ運はつかみやすいんだったね。そこからもトップブレス結構ね。そうですね。ただその去年の2月ぐらいに当時のエースが切れちゃった時が終わったんで、ああこれでちょっともう売り上げできないみたいな。本当にこう官房先で売り上げの4分の1以下になっちゃった。ああなるほどね。でもう終わったら、はい、そこからどうしたの？モチベーションを保った。まあそこからもうなんかうまくいきすぎてたもん。諦めがついたっす。あ、今までの俺がうまくいきすぎて、うまくいきすぎてたと。だからもう別に捕獲しても官房だから戻ってもまあしょうがねえかなんで。なるほどね。まあ諦めじゃないけどって思ったらまた意外と俺一回行くと売れ始めたからずっと安定してうまくいってるイメージある。そうかい。でもやっぱ一回そのエースが切れたその痛い思いをして一本釣りじゃダメだって本気で思ったんですよ。ああなるほどね。だからまあちょっとリアルな生々しい話ですけど、この一人に全時間を使っても切れちゃったら終わりだなって。まあそれはそうだね。ちょっと生々しい話ですね。まあそれはそうだ。一本釣りは俺はもう紐と同じ。いや本当にそうっすね。ホストじゃねえなんて。ホストじゃない。それが反省するきっかけがあったのかな。ああそこがまあ分岐点なんですね。ユミとはなんか最初すごい俺に営業とかそう聞いてくれたんだよ。はい、はい、ずっとそうっす、聞かせていただいて。でも俺ってから一回も聞かれないの。いやいやいや、もうなんならあの A フロアでこうやって何聞きたいことあるの俺に。いやいやいや、やってるっすね。だよね。やってるっすね。あ、それ違う違うから。いやいやいや、ああ偉くなったなって。いやライバルと話せないっすね。こう役に。いやでもすごいよ。いや最初もこれ使えるか分かんないですけど、最初女の子と LINE の仕方も分かんなかった。そうだね。
僕はすごい好きで。そうっすね。でもやっぱメンチカとかさ、それも自分の人生経験じゃないけどさ、アイドルがやってたのかさ、はい、まあ生きたとかあるじゃない。何より劣等感がすごいですね。劣等感、周りが売れてって自分が売れないっていう、それをもう見てることしかできないみたいな。そこのなんかじゃあハングリー精神とか負けん気が強かったか。自分でどうにかしたいっていう気持ちが培われたのか、アイドル時代だったのか。ああ、なるほどね。だからその自分でどうにもこうにも24時間ホストできるっていうのは、僕からしたらテンションですね。その上がっていくっていう。なるほどね。自分のレベル上がっていくってしても職種から。ユイとは本当になんか、なんか並べたらおこがましいけど、私の俺を見てるんですけど、24時間ホストな感じあるよね。そうっすね。逆に不安になっちゃうんだよ。なんか、プライベートの時間も常に焦りを感じてて、自分が休んでると他人に抜かれるかもしれない。ああ、そうそう。そういう気持ちが多分あるだろうな。それこそ僕コロナで休むとき一番辛かったんですよ。これ誰に抜かれるのかな。結局そうだね、自分の体が仕事だね。そうっすね。店に出ないと出来上がらないもんね。そこの気持ちをやっぱ持ってるやつがそもそもあんま少ないところ、コストやってて、最初はみんなちょっとあるかもしれないけど、やっぱちょっと年ぐらいとかやるともう流れ最後になっちゃうみたいな人が多くて、まあ気持ちわかるっすね。働くより休める方が嬉しいみたいな。週1の休みを。そうでも、ゆいだと休みもさ、休みじゃないというか、フル稼働で動いてる感じがあるし、そこを持ってるやつが、まあ、売れて当たり前だと思うし、ゆいとはだから、そういうのとか言ってるけど、なんか、振り返ってみると、長い目で見たら、そう頑張ってるやつがいるのは、なんか当たり前というか、スタイルもいいし、だから180ぐらい身長もあるし、顔も別にいいから、当たり前かなと思って、売れて、そこの裏打ちされる、行動があるからね、言葉だけなんかさ、いいですね、ちゃんと行動止まってるから、そこはだから、売れて力で決めるか、あるね。あとその、めっちゃあげるけど、単純にその女の子の気持ちをさ、押し量るのが上手じゃん。はい。年齢でなんか別に測りたくないけど、21とかさ、若い時から、ズボン。18とか。なんかその、いや、ホスト始まったりとか。めっちゃ考えたっすね。ワイワイ系で無理になるかさ、うん、自分のこう弱みというか弱点はやっぱある程度こう知っちゃうというか、ユミとかやるけどさ、ワイワイ系でさ行こうってなったらさ多分違うじゃん。無理っすね。ちょっといや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 じゃあ、あれ無理っすね。限界の手叩くまでの限界っすね。いやいや、もちろん。やってるイメージないもん、ね。いや、無理っすね、ちょっと。ワイワイ系行かないのは正解で。できないなって思っちゃったのもいいきっかけだったかな。で、それこそハーレム行って、イケメンのやつがいて、喋れるやつがいて、飲めるやつがいて、盛り上げられるやつがいて、じゃあ自分どうやったら勝てるかって思った時に、寄り添ったりする、そういう部分なのかな。って思って、そこに完全にこうシフトを動いたって。でもまあまあ間違いないね。まあ、ギャップもあるよね。年齢の割にさ、別に喋るんだけどさ、まあ、年齢あんま引かれないけど、それがいいと思う。そうですね。そこの方向性も間違ってなかったと思うし。飲み系やっぱ苦手ですね。あとさ、無理にさ、自分の元々の性格と違うキャラを演じてもさ、いつかどっかでさ、画面が剥がれるじゃん。最初さ、飲み系だと思って指名したのにさ、実際飲み系じゃないじゃん。全然喋んねえじゃん。離れちゃうじゃん。そこは、あれだよね。違うと思うし。だから最初からこう、表裏ない感じでやるのが、すごくいいと思うけど。だからなんだからさ、こう振り返ってこう話してみてみたら、なんか売れるべくして、売れたんじゃないかな。いや、まじ。みたいな。いやまあ。